第2政党制は政治学者や歴史学者がアメリカ合衆国における政党政治の展開について触れる時に用いる時代区分の一つであり、大まかに第一次政党制に続く1828年から1854年までを指す。第二次政党制の特徴としては、1828年以降、選挙における投票率が上昇するなど、 有権者の関心が急速に高まったことが挙げられる。各政党は有権者の支持を得るべく選挙集会を開催したりと機関紙を配布したりした。この時期の主要政党はアンドリュー・ジャクソンが率いる民主党と民主共和党の中や、その他ジャクソンに反対する者をヘンリー・クレイがまとめたホイッグ党だった。少数党としては、 1827年から1834年に重要な革新者だった半名尊等、1840年の奴隷制度廃止運動家による自由等、1848年と1852年の大統領選挙で動いた半奴隷制度の自由土地等があった。第二次政党制は1850年代半ばに第三次政党制に引き継がれるまで、 ジャクソン時代の政治、社会、経済及び文化の潮流に影響し形作られてきた。歴史家のリチャード・ピー・マコーミックはこの第二次正当性を定義した可能性の最も強いものとされている。以下のような定義に基づいている。民主党の著名な指導者はアンドリュー・ジャクソン、マーティン・バン・ビューレン、ジョン・カル・フーン、ジェームズ・ポーク、 ルイスカス及びスティーブン・ダグラスであり、対するホイッグ党の指導者は、ヘンリー・クレイ、ダニエル・ウェブスター、ウィリアム・スワード及びサーロー・ウィードだった。1824年、アメリカ合衆国大統領選挙は、現在のような明確な二大政党制を欠いた状態で争われ、4人の候補者の戦いとなった。各候補者、ヘンリー・クレイ、ウィリアム・クローフォード、 アンドリュー・ジャクソン及びジョン・クインシー・アダムズは全てが民主共和党員であり、いくつかの州における派閥を含め地域的な支持基盤があった。選挙人投票では過半数を獲得した候補者がおらず、決着はアメリカ合衆国会員での投票に持ち込まれた。一般選挙の投票結果でまず、ヘンリー・クレイが脱落し、残り3人での決戦となった時点で、 会議長も務めていたヘンリー・クレイは交渉での決着を図った。アンドリュー・ジャクソンは一般投票でも選挙人投票でも最多数を獲得していたが当選できなかった。第2代大統領ジョン・アダムズの息子、ジョン・クイン・シー・アダムズが当選し、即座にクレイを国務長官に選出した。ジャクソンは国内の大インディアン戦争で最も有名であり、 米英戦争の英雄でもあった。ジャクソンはアダムズとクレイの闇取引を怖高に非難した。地方の民兵隊や州の政治派閥に活発に働きかけて訴え、民主党という連行組織をまとめ、1828年の選挙ではアダムズを破った。ニューヨーク州政界の著名指導者であるマーティン・バンビューレンがジャクソンの重要な助っ人となり、 大型州のバージニア州やペンシルベニア州とともに選挙人病をもたらした。その報酬は国務長官への指名であり、さらに後にはジャクソン政権の後継者として副大統領候補への指名と当選だった。民主共和党のアダムズとクレイの派閥は国民共和党と呼ばれるようになったが、アダムズが党に対する忠実な党員と自らを考えることは、 なかった。アンドリュー・ジャクソン・ジャクソンは、自分のことを改革者だと考えていたが、実際には、共和主義の昔ながらの理想にしがみつき、特別な利益のための特別な恩恵となるものすべてに、激しく反対した。大統領になってからのジャクソンは、決闘を行わなかったが、以前に政敵を撃ったことがあり、正解という戦場での敵を打ち倒そうと決めていた。 第二次政党制は、ジャクソンが第位合衆国銀行を消滅させることに決めたのが、主要な原因で起こった。この銀行は、フィラデルフィアを本部に、全国の主要都市に支店を構えており、連邦政府が認証し、中央銀行のように運営されていた。地方の銀行家や、政治家は、声高く不満を言うニコラス・ビドル第二。 合衆国銀行と踊りによって行使される統制に悩まされていた。ジャクソンはいかなる銀行も好まなかった。ジャクソンにとって紙幣は受け入れがたいものであり、金と銀の賞金だけが流通されるべきものと考えていた。第二合衆国銀行問題について主役であるヘンリー・クレイとの超人的な戦いの後で、ジャクソンはついにビドルの銀行を潰した。ジャクソンは 銀行制度に対する攻撃を続けた。1836年の賞金流通で銀行が発行する紙幣を拒否し、金貨と銀貨に固執した。事業家や銀行家の大半が保育ッ島に乗り換え、商業都市や工業都市は保育ッ島の強固な地盤になった。一方ジャクソンは銀行家や金融に不信を抱く自作農や日とい労働者に人気があった。 ジャクソンは、両官制度と呼ばれた、連邦政府の互計制度を体系的に利用した。過去の支持者に報いるだけでなく、地方や、州の政治家が、自分の仲間に加われば、将来の職を約束した。電気作者のシレットが説明しているように、ジャクソンが、大統領になった時、共和主義信条の指導的原理と宣伝して、役職のローテーション理論を導入した。 役職のローテーションは、公職の腐敗が広がることを防ぐものと考えていた。一方で、ジャクソンの支持者たちは党に忠実であるものに報いる、ために公職を使い、党を強めることを望んだ。実際にこれは公僕を、党の友人あるいは中性者で置き換えることを意味していた。両官制度はジャクソンに始まったことではなかった。トーマス・ジェファーソンが、 大統領になった後で連邦党員の役人を排除したのが始まりだった。ジャクソンは役人全体を変えたのでもなかった。その大統領任期が終わる時点で当初の公務員の20%足らずを解任しただけだった。ジャクソンが両官制度を始めたのではなかったが、その成長を奨励し、第二次政党制、さらには 第三次政党制が終わる1890年代まで、その中心的な形態となった。ある歴史家は以下のように説明している。ジャクソンはその同時大臣が想像するよりも、はるかに少ない政府職員を解任しただけであり、また、領管制度を始めたわけでもなかったが、連邦の役所に対して、前任者よりも大きな変化を与えた。さらに重要なことは、 ジャクソンがこれらの変化を肯定的前として守ったことである。政治的互恵関係を使うことは良い政府の障害になると考えられている現在でも、ジャクソンとその追随者が公職のローテーションを改革と常に表現していたことは記憶される価値がある。この意味で、両感制度はジャクソンの友人に報い敵を罰する以上のものだった。 ジャクソンが長い人気のために腐敗していたと主張する少数政治集団の代表を公職から追い出す工夫でもあった。経済近代化行動者、銀行家実業家商業農家の多くがすでに国民共和党員だったが、南部のプランテーション経営者たちは、無効化の危機に対するジャクソンの対処法に起こり、新しい反ジャクソン勢力に結集し、 ホイッグ党と自称することになった。1776年のホイッグが英国王ジョージ3世の先制と戦った愛国者であったのと同様にこの神党もアンドリュー王と戦うものと自分たちを見ていた。北東部では高度に秘密主義のフリーメーソン的秩序に反発した道徳的改革者が通常の政党に成長して反メーソン党となり間もなく ホイッグ党に合流した。ジャクソンは連邦政府の語恵関係を積極的に使い、タイムリーに司法指導者と同盟し、銀行とその代理人を共和精神に対する大きな脅威と同定する言葉を使って反撃した。最終的にジャクソンの党派は民主党と自らを呼ぶことになった。ホイッグ党は経済を近代化させる念入りな計画を作った。 新しい工場の創設を促進するために輸入製品に課する効率関税を提案した。民主党はそれが金持ちを太らせるだけだと言い、関税は歳入分を得られるだけ低くすべきだと言った。ホイッグ党は銀行と紙幣が必要だと主張し、民主党は正直なものならそれらを望まないと反論した。道路、運河及び鉄道を建設する。 公共事業は急速な経済発展に必要なインフラを備えるものだとホイッグ党は語った。民主党はそのような複雑な変化は望まないと返した。さらに民主党はそれ以上に伝統的な様式で家族を育てる農家が特に必要だと主張した。そのためにはさらに多くの土地が必要であるので南部と西部へのアメリカ合衆国の拡張を推進した。 ジャクソンはアメリカ合衆国のためにフロリダを征服した。ホイッグ島からの激しい反対があったものの、ジャクソンの後継者であるジェームズ・ポークはテキサス州、南西部カリフォルニア州を呼びオレゴン州を併合した。民主党の次の標的はキューバだった。多くの都市では裕福な者たちが固く、ホイッグ島を支持した。 ボストン市やニューヨーク市の資産10万ドル以上のものの85、内市90%はホイッグ党に投票した。電園部では市場町や商業地域でホイッグ党が強く、フロンティアやさらに孤立した地域では民主党が強かった。少数民族や宗教社会は通常同様な傾向だったが、アイルランドやドイツ出身のカトリック教徒は民主党の支持が強く、 経験なプロテスタントは、ホイッグと支持だった。歴史家のジーナップは、1820年以降に、ジャクソン・流民主主義という表題の下に、アメリカの政治制度は、根本的に変革されたと指摘している。ジャクソン自身が、その変革を始めたわけではなかったが、1828年に、大統領になった利点を生かし、変革の多くを象徴化させた。 有権者の生活において政治が初めて中心的役割を始めた。当時の上流占領階級に対する敬意と大体の場合の一般的な無関心の前に国中の地方政治が特徴付けられた。普通選挙法は大衆の参加を許した町本人ではなかった。1828年以前は政治に。 興味のある人が少なく、政治が重要には思われなかったので、投票を行い、政治に関わる人が少なかった。1819年教皇の心理的衝撃と1828年に、アンドリュー・ジャクソンが大統領に選ばれたことに続いて、ジャクソンのカリスマ的性格と議論の多い、政策によって変化が起こった。ジーナップは、1840年までに、 革命は終わったと論じ、第二次政党制が完成して、選挙運動は、一般大衆に対するアピール、大衆集会、パレード、お祭り及び激しい熱狂で特徴付けられ、選挙では、高い投票率を生んだ。構造と、イデオロギーにおいて、アメリカの政治は民主化されたと論じている。ホイッグとは、大半の州で、強い党組織を築いたが、フロンティアだけは弱かった。 新聞を効果的に使い、間もなく有権者の75ないし85%を投票に生かせるワクワクするような選挙戦術を採用した。イリノイ州では、エイブラハム・リンカーンが指導者としてすでに出現していたが、そこではさらに有能な政治家であるスティーブン・ダグラスに負けることが多かった。ダグラスと民主党は、 ホイッグ等の新聞構成にいくらか遅れを取ったが、党に対する忠誠心を強調することで埋め合わせた。民主党の集会に出席する者は、地方レベルから国政レベルまで、誰でも最後に決まった候補者を推定いようとそうでなかろうと支持することになった。このやり方は多くの分裂を生んだが、全体としては、 ホイッグ党よりもその党員を支配し動員することを効率的に進めていた。ホイッグ党の基本的な弱さの一つは奴隷制度に関する姿勢を一つにまとめられなかったことだった。ホイッグ党は北部の国民共和党と南部の向こう化支持派を寄せ集めており、奴隷制度に関してはそれぞれが対立する見解を持っていた。それゆえに、 奴隷制度問題を無視している限りにおいて、選挙運動をうまく遂行することができるだけだった。1850年代半ばまでに、奴隷制度の問題が、正解の大きな争点になっており、ホイッグ党はこの問題への統一見解を出すことが、できず、分裂を始めた。ホイッグ党に残った数少ない者たちは、北部共和党よりと、南部民主党よりのどちらかであり、 連邦を維持できる唯一の政党だと主張していた。1856年残っていたホイッグ党員はノーナッシング党のオス大統領候補ミラード・フィルモアを推薦し、1860年には立憲連合党のオスジョンベルを推薦したが、1861年に南北戦争が勃発するとホイッグ党はその存在を終えた。大半の町や 都市の著名人の多くは、ホイッグ党員であり、地方役人や、判事、さらに州役人の多くを占めていた。このために、政治的措置の結果は複雑だった。民主党地域にある強いホイッグ党の飛び地、入りの一州スプリングフィールドでは、個人が、いかに投票したかを示す投票地図を見ると、1836年の大統領選挙で、候補者、 マーティン・バン・ビューレンに対抗する形でホイッグ等が起こり、1840年の大統領選挙で結束を固めた様子がわかる。スプリングフィールドのホイッグ等の歴史は、どこにも当てはまるような傾向がある。彼らは、大半が、地元の生まれかニューイングランドあるいは、ケンタッキー州の生まれであり、専門職か農場所有者であり、党組織に献身的だった。 エイブラハム・リンカーンの経歴は、ホイッグ党の政治的交流を移しているが、1840年代までに、スプリングフィールドは移民が入ってきて、構成費が変わったために、民主党の支配に落ち始めた。1860年代大統領選挙では、リンカーンが、やっとのことで、スプリングフィールド氏を制したという状態だった。1850年代までに、 民主党指導者の大半は、ホイッグ党の提案するアイディアの多くを受け入れて、来ており、工場や鉄道の経済的近代化が急速に進行していることを否定する者はいなかった。昔からの経済論点は、カルフーン、ウェブスター、クレイ、ジャクソンを呼び、ポークといった古い指導者たちが現役を退いていくのと、ほぼ同時に消えていった。 新しい問題は特に奴隷制度に関わる問題であり、移民排斥と宗教の問題が全面に出てきた。1852年はホイッグ党が最後に喝采を叫んだ時であり、民主党が二つに分裂しさえすれば勝つことができると誰もが理解した時だった。ホイッグ党は残っているふりをしていたが、党員も指導者も静かに消えていった。この時、 第三政党制がすでに出現しようとしていた。ありがとうございます。